久保さん、伝説のセールスですね。あれはちょっとね、久保さんの歴史上一番跳ねた、あれじゃないですかね。もうん、あの3000回あの動画が回るっていうのはね、脅威であったと思うんですけどね。<laughs> あれはびっくりしましたね。しかもあのカスタムサムネイルで3000回っていうのは結構脅威的な数字だと思いますよ。 そのなんかあのセールスが最後みたいな話ですよね、ちょっと。5分ぐらいの。<laughs> まあね、あの、僕もいろいろやってきましたけど、やっぱ一人で稼ぐっていうのは、一人のやっぱ対応できる力量っていうのがあるので、まあそれを上回ってしまうと、やっぱりそのね、自分の時間もなくなるし、あの、一人当たりの、 かけられる時間っていうのが少なくなくっちゃうんですよね、まあ、正直今だったら1人当たり30分1時間かけても大丈夫なんですよ今の人数だったらだって音痩せに関しても昨日も長かったし僕の場合音痩せはだいたい1日平均すると今0.3ぐらいじゃないですか <laughs> 1日の音痩せが <laughs> でも来るときはねなんか知らないですけど来るときは1日34件来たりとかするんですけど でも来ないときは来ないですね。うん。だからまあそれぐらいのペースなんで、まあサポート全然できますけどね。この前、あ、2日か3日前来て、なんかその質問が、なんか整理どうやってしてるんですかみたいな。動画の、まあ、本数僕多いんで、吉田さん動画の本数どうやって整理してるんですかみたいな。30分ぐらい回答しましたけど。<laughs> うん。まあ、やっぱね、 1>, あの1人でやる量っていうのはあのまあいい塩梅にした方がいいと思いますね、うん、だ逆を言うとその1人当たりその手厚くできるので結局そのあの全員ではないですけども確実にリピート率は100%上がるんですよ、うん、だって1人当たりの,たあのサポートのパワーっていうのをじゃあ1分にした1分にするのと じゃあ30分まあ30分なくてもいいですけどじゃあ10分とかにするのでもなんかその質問に対してねまあ久保さんもいろんな質問あるんであれかもしれないですけど例えばじゃあ本当に稼げるんですかっていう質問があ来るじゃないですかじゃあそれ秒で回想できるんですよねあの知りません終わり知り知りません5秒ぐらいの動画ですね <laughs> でも その、何すかね、あの、時間があれば、そこに対して、まあそう、そういう質問、その、答えは言えるけども、答えの言った後のリカバリーですよね。うん、そ,そ,その考え方だったら難しいよと、なぜならばみたいな、その、なぜその質問の仕方だと、そういう考え方だとうまくいかないのかっていう、その理由、リズム愛とかそういうのも、ぶわって言えるし。で、それを聞いたら、ですかね、はっと気づく人もいれば。 まあ去っていいく人もいるだろうけれども、うん何からこじんまりやるっていうのがねだからこの前その泊まりに来てきた泊まりに来てまあ対談もしたんですけどそう誕生日の日にね泊まりに来ていただいて58ですよだから久保さんとあ久保さんより上ですよねうん58歳の方でまあ、言ってくれたのがその個人商店みたいなねその まあそんな感じで吉田さんがやってるからそこに惹かれましたって言ってくれましたからね。だから僕はもう大々的にやってたら多分そのお客さんは泊まりに来てないだろうし、ね、うん。まあ結果あのねあの今メンバーシップもやってますけどメンバーシップもこじんまりやってますので、まあ、その方もメンバーシップ勤務研究所のメンバーシップ入ってて一緒に飲んででその少数のメンバーの方と一緒に分け合い合いとね楽しくできましたし。 ねその、ライブに関しても青白王子みたいに、ブワーって流れちゃうとね、読み切れないだろうし、そう、読もうと思ったらもう消えてるみたいなね。うん。だからまあ、適度な人数っていうのがいいんじゃないですかね。いたし。